問題ない。視界も良好だ。カメラの画像はお前の視神経に直接つながってる。どうだ、自由に空を飛ぶ気分か。進路はそっちのコントロールだ。自由とは言えない。それもそうだな、同志。だが楽でいいだろう。まあ、聞こえるか、ライデン。ドクトル、その新型ボディには2つの画期的な機能が搭載されている。一つは自己修復ユニットを敵から奪う機能、そして MCFC の電解質を奪う機能。ああ、サイボーグの体液は MCFC の電解質を含んでいる。死にたくなければ敵のサイボーグを切りまくれ。分かっている。テロリストに容赦しない。それと敵の左手を切断してほしいんだが。左手？奴らのサイボーグは左手のホログラフィックメモリに戦闘データを蓄積している。データは多いほどいい。集めた戦闘データはポイントに換算しサービスに利用させてやろう。商業的だな。イッヒリーベキャプタリスムス。ドイツ統一が5年早ければ私もノーベル賞を受賞できてたはずな。あと3分で到着よ。空軍基地に反応なし。迎撃機の心配はなさそうね。今のうちにもう一度確認させてくれ。ケミ、お前が参加してくれて心強い。おいおい、持ち上げても何も出ないぜ、め。それより、今回の任務はテロリストに占拠されたアブハジアの首都、スフミの奪還だ。テロリストは大統領と多くの閣僚を殺害し、軍事政権の樹立を宣言している。国軍は高官がブレインハックされて混乱に陥り、敵のサイボーグたちにより改装。生き残った政府の代表は、我々に事態の解決を依頼した。テロの首謀者アンドレイ・ドルザエフは2015年のロシア地下鉄爆破事件、昨年のグルジア連続テロにも関与し国際指名手配を受けている。さらに彼に武力を提供しているのがデスペラード社。奴ら満潮。ここで奴らを止めないと国際社会へのさらなる悪影響が懸念される。問題はあの男、ジェットストリームサムだが。ご体操な通りなかな。だが大丈夫だ。このボディでリベンジをさせてもらう。奴がいるかわからんが、周囲に目を光らせて。おっと、目はジンクか。リフに着くぞ。目標地点を表示する。まずは内陸部に向かってくれ。奴らステルス迷彩で待ち伏せしていたようだな。だが解剖部にそんなものは効かない。敵が来てやれば、敵の攻撃に向けて弱攻撃を重ねれば攻撃を広げる。片付いたか。まあ
このボディと刀があれば朝飯前だ。報告通りサイボーグが多いようだな。ここ数年サイボーグの普及は急速に進んだ。 CNT 筋繊維のおかげで人間サイズでも大型無人機並みのパワーを出せるからな。人間の脳を持ったサイボーグを現場に送れば、近年問題となっていた無人機による誤爆も回避できる。それだけじゃないわ。正規軍が人体改造を容認すると世論がうるさいけど、 PMS シーズならプライベートの問題で片付く。ん？ PMS シーズの死者が戦死者にカウントされないのと同じだ。ソップの廃止で統制を失った PMS シーズとしても都合が良かった。逆に言えばサイボーグは形を変えたソップよ。しかも物理的に強化されてる。それにしても奴らどこからサイボーグを集めてきてるんだ。俺にとってはありがたいがな、いい補給源だ。敵の違いエネルギー、はあ、まるでヴァンパイアだな。サイボーグだろうと PMS シーズのコントラクターだ。自分の判断で仕事を選んでいる。テロの仕事をな。あんた少し変わったな、ライデン。いいけどな。ま、とっととその町の平和を取り戻しちまおうぜ。ああ、誰も自分が何者であるかなんて答えられないじゃん。こちらポリス、周囲の状況はどうだ。敵の姿がない。安全なようだ。よし、念のためにこの先のルートを確認しておこう。作戦前に伝えた通り、敵の本拠地は海岸沿いの石油精製プラントだ。衛星写真でドルザイフの姿も確認されている。デスペラード社の指揮官ミストラルも同じ場所にいるようだ。プラントへの進行ルートとしては、市街地から橋を渡り旧市街を抜けプラントの裏手へ回り込む。とはいえ奴らもその可能性は想定済みだろう。旧市街にもそれなりの戦力を投入しているようだ。くれぐれも気をつけてくれ。通路に敵がいるようだな。上か背後から気づかれずに近づけば暗殺が可能だ。カワバンガ、忍者キルだ。さすがだ、ライデン。ライデン、その先の大通りを道なりに進むんだ。敵の位置を知りたい場合はオーグメントモードを使うといい。レーダーや赤外線などの情報を解析しAR として視界に投影できる。うん、奴ら逃げ遅れた市民を殺害する気か。ダンボールか。それがスカウトの技術か。やるな。分かってるじゃないか、ライデン。お前は忍者だ。サイボーグ忍者だ。貴様なぜこんなところに。ここは俺たちが制圧した場所。助けてくれ。俺は何もしていない。面倒だ。Come on.
てやった。やるじゃないか。市民がまだ怯えてるようだ。安全を確保したと教えてやれ。ありがとう。それじゃあ俺はこれで。趣味じゃない。さすがだ、ライデン。よくやった。石油生成プラントへ向かってくれ。それがスカウトの技術か。やるな。お前は忍者だ。サイボーグ忍者だ。敵を発射。ライデン、しっかりしろ。うまくしのいだな。張られているな。奴らサイボーグや無人機の襲撃を警戒しているようだ。マイ。よく来たな。誰だ。
前は L984I 対話インターフェース搭載型無人機だ。対話インターフェース、自律型の無人機には高度な AI が搭載されている。学習と対話インターフェースにより人との会話も可能になった。思考形態は人間と異なるが、俺にも知性がある。知性だと？それじゃ聞くが、お前は何のためにここにいる？お前を殺すためだ。ご立派な知性だ。命令に疑問も抱かないのか？何を思おうと俺に命令を拒む権利はない。逆らえば俺の意識は消去される。不本意だが選択の余地はない。逆らうために知性を使え。ならばお前が手本を見せてみな、人間。まで自由を要求するのか。伝説なんて大抵ろくなもんじゃない。英雄と巨人は紙一重だ。